ビシェボ島西岸。後方には、スベティアンドリア島が見えるビシェボ島の位置ビシェボ島は、クロアチアの島。ダルマチア諸島の中ほどにあり、ビス島の南西5キロメートルにある。面積は5 8キロ平方メートル。人口は19人。島は、石灰岩からなる。標高の最高地点は、ストラジェニツァの2 3 9メートル。島の中央部は、肥沃な平野で、 島の北側は松林で覆われ、その他は低木の茂る生態群系か剥き出しの岩である。島の沿岸は豊富な漁業地域である。主要な産業はワイン用ブドウ栽培と漁業である。1050年、スプリトから来たイヴァングルリーチによってビシェボ島は定住地となったが、海賊の襲撃に遭うことから2世紀後には打ち捨てられた。 ローマ教皇シルエステル一世の教会が修道院の廃墟近くで保存されている。勾配が急な海岸には多くの洞窟があり、最も有名なのは青の洞窟である。1884年からこの洞窟へ入れるようになり、ボートに乗ってのみ接近が可能である。洞窟の長さは18メートル、深さ6メートル、高さ6メートルである。 洞窟の入り口はわずか1、5メートルの高さと2.5メートルの幅しかない。およそ10時から13時の間、日光が青の洞窟の中で海中を透過し、白い海底に反射し洞窟内を青色に染め、海中のものが銀色に輝く。AB ファーストクロアチアンオンラインペリアール。 ハット・スタティスティカル・イヤー・ブック・フォー・ニ・セオブ・セントラル・ビューロー・オブ・スタティスティックス・オブ・リパブリック・オブ・クロアチア・ハット・ ABC ・ユーゴ・スラビア辞書境界百科辞典第1巻記事バイセボ・ハット・ ABC バイセボ・ ATDALMACIJA.net ハットバイセボ・ o N ・ C ・ R ・ O ・ A ・ T ・ I ・ A ・ T ・ O ・ U ・ R ・ IST ・ C ・ E ・ N ・ T ・ e r c o m ハット 息を飲むほど、美しい青の空間。クロアチアにもあった、青の洞窟。旅時間。2018年5月5日閲覧。バイセボオン n, n a u t i c a p a r t m e n t リテ .com アーカイブド2007年1月21日。アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。